キングオブドラッグ、まあ、携帯ショップに入って、うん、まあ、携帯を盗んでいて、うん、転売するようなことをやってたんですけど、うんうん、アルミホイルに乗せて、うん、まあ、ぶっちりくなんか相手騙されてついてきたら、いや、身につけてやったんじゃないかな、はい、おそらく。はい、カズキさん、ボリューム4に、はい、なりました。はい、すいません、ちょっとボリュームがね、3のボリュームが多かった感じになったんで分けさせてもらったんですけど、お次は、刑務所ですね。ちなみにその、はい、経歴っていうのは何でしたっけ。何ですか、どこ入ったんでしたっけ、まず伊庭の小田原。小田原、はい、で、鑑別所はそれで、その中でも4回目ですね。鑑別所4回だじゃん。4回も入ってる、はい、で、少年院が2回だ。マジで3回でしたっけ、鑑別所。はい、うんうん、そうです。あ、まあ、そんな行かないの。いや、そうですね、自分2回ですね、はい、で、4回入って、はい、その後、23の時に、何でパクられたんですか。あ、ヘロイン。ヘロイン、はい、ヘロインって何ですか。栄養剤かなんかや。いやいや、栄養剤、起爆剤、ちょ、頭の覚醒剤。ちょ、黙ってもらっていいですか。覚醒剤とヘロインはそもそも何が違うんですか。全く違います。全く違います、はい、うん、キングオブドラッグ。キングオブドラッグです。リサさんも言ってたよね。ほう、前にと話の時にアリサちゃんね、はい、うん、それってどんな感覚の、ヘロインはどんな感じなんですか。もう気持ち悪くなります。気持ち悪くなる。あ、自分大関さんと対談させてもらったじゃないですか。大関さんもなんか、大関さんは、あの、大関慎吾さんですね、はい、うん、もうなんか刑務所、どっかだっけな、海外の刑務所に入った時にヘロインをにハマって、なんかゲロがすごいみたいな、心をもういっぱい入っちゃうみたいな感じのことを言ってたんですけど、なんでそんなんでもやるんですか。それが多少良くなるからです、うん、やらないともっと広くなります。ヘロインをやるきっかけってなんですか。先輩です。先輩です、また、はい、ヘロインって入れるんですか、吸うんですか、何、どんな感じのものなんですか、その前に。片栗粉みたいな、小麦粉みたいな感じのやつです、うん、それをどうやって体に入れるんですか。アルミホイルに乗せて、炙って吸う。乗せる中で、なんか吸ってるの。はい、ストロー。ああ、そう、そのあ、炙って、はい、炙って、はい、吸う。吸う。煙を。煙を。あ、なんかの、はい、パタパタパタやるような、うん、え、それをやって、最初はどんな感じ、いきなり気持ちを悪くなるんですか。気持ち悪くなる。だって薬物ってやるのって気持ちよくなったりするからっていうイメージなんですけど、はい、それはなんで。気持ち悪くなるの分かっててやったんですか。分からずにやりました。あ、そういうことだよね。そういうことか、そういうことか、そういうことか。でもそれなのになんでまたやろうって思う気持ちがあるんですか。それをやらないと、うん、もっとひどくなります。もっとひどくなるっていうか、それがじゃあ切れます。どんな感じの症状になるんですか。はい、本当、動けない、うん、寒くて。寒くて動けない、はい、あ、なんか別に夜間になりたくなるとか、そういう気持ちあるんですか。ちょっと2人で笑ってんじゃないですか。やめてもらっていいですか。乗れないで、本当に。乗れないですよね。それでまたヘロインを吸うと治るんですか、それが。それが多少緩和される。緩和される、でも気持ち悪いじゃないですか。気持ち悪いです。へー、それをどれぐらいやったんですか。何年ぐらいとか、何ヶ月。その1年ぐらい。1年ぐらいやってた、はい、うわ、それやばいっすね、はい、おー、それで捕まった。23歳。なんで捕まったんですか。どこでどんな感じで、うん、それも、ガサが来て、家に、うん、はい、はい、うん、ガサ入りが来て、うん、ヘロインがあった。そうです。で、その時に尿検査をして、うんうんうん、ションベンから検出されて、うん、ゴリラ入って、うん、ほうほう。で、それで入ります。はい、どこの刑務所だったんですか。府中です。あ、府中刑務所。はい、で、どれぐらい入ったんですか。3年です。じゃあ、それで3年間入りました。その中では、はい、どんな感じでした。何にも、特に3年間決まってるから、はい、そのまんま何にも悪いことしてないですか。いや、正直してました。あ、何をしたんですか。公弁もしたし、うん、結局トラブルもいろいろ。トラブル、何をしたんですか。ちゃ欲しがってないっす。欲しがってないっす。口喧嘩っすね。口喧嘩っすか、はい、うん、手は出してないっす。あ、手は出してない、はい。ごめんなさい、よぎっちゃうじゃないですか。やめてください。そう、はい、なんかそれぐらいなんか欲しいんですか。いや、欲しくない、欲しくな い, で、はい。それで伸びるんですか。伸びないですよね、あの刑務所は。刑務所では伸びることはないです。ないですよね、はい、もう決まってるから、はい、じゃあ3年後でできて26か27ぐらいですか。それで25、6、最初は、うん、生活が悪かったんですけど、うんうんうん、後から、うん、良くなって、ほうほうほう、はい、で、仮釈放で半年もらって出てきた。あ、そういうことなんですね、はい、それが25とか6ぐらいですか。そうですね、それぐらいだと思います。その次に逮捕されたのは、その次に逮捕されたのは28終わりぐらいですかね。あ、そっか、じゃあ仮釈放も全部取れて、はい、で、また3年後ぐらいな感じか。それぐらいだと思います。その時は何されたんですか。
その時は、薬、覚醒剤、窃盗、傷害ですね。はい、あ、それ、だって一気になんでどうやって来るんですか。マークされたんじゃないのかな。マークされた感じですか。現行犯です。現行犯、はい、何の現行犯ですか。窃盗です。窃盗の現行犯って、はい、ああそういうことか、はい、窃盗、何をしたんですか。携帯ショップで盗んで。ああそういうことですね、はい、それ盗んで、その時に覚醒剤を所持してて、はい、所持はしてないです。所持はしてない、はい、使用してて、使用してて、はい、入ってるから。それでその携帯ショップの店員さんを殴っちゃったみたいな感じ。ああ違います。携帯ショップ入ったのは夜中なので。うん、はい、障害は後からの再逮捕って感じ。ああ、はい、その3つがあって、はい、で刑務所はどこ行ったんですか。札幌です。札幌、はい、こっからですよね。札幌、どういうことですか。札幌に何年いたかった。何年いたんですか。札幌自体には7年弱。そっか、はい、それが最後ですね。そうです、はい、それは罪状やばいですよね。そうですね、はい、あ、そういうことか、はい、それは何の罪状になるんですか。はい、大丈夫なんですか。大丈夫ですか。それは一応 P の方がいいですね。 P で、はい、 P で、 P にします。 P で、 P ですね、はい、なんか、はい、自分カズイ君と喋ったりだとか、はい、接したりしてると、なんかそんなことをするような感じのイメージが全然しないんですけど、結構する感じなんですね。中ではしてるんじゃないですかね。シャバにいる時っていうのはそんな感じ、そんなないです。なんかなさそうな感じがするんですよ。やっぱないですか。ないです。あー、中だとそうなっちゃう。ある意味ちょっと表現あるかもしれないけど、なんか、あ、悪い意味でさ、うん、なんかノーマルとかは爪を隠してないけど、あんまり表立ってやるような感じのイメージないからさ、うんうんうん、裏の顔っていうのがあるんだろうね。あー、それはなんで中でだとやっちゃう感じで、外だとあまりやらないとかって、そういう住み分けがなんであるんですか。うん、多分外だったら、うん、まあ、みんながいるんで、うんうん、はい、楽しくやってるんですけど、うんうんうん、中だとやっぱ一人なので。あー、はい、そっか。イライラ、うん、ストレス、うん、からくるんだと。あ、そういうことですね。ただ今までほらいろんなね、罪状、うん、があって、うん、いろんなところに入られましたよっていうお話聞いた中で、うん、後輩さんをかばって、うん、代わりに捕まったこともあるんですよ、ね、うん、あ、それが、そっか、言ってたやつ。それは札幌の話も含まれてますし、はい、そのちょっと事件の話を聞きたいんですけど、はい、まあ、携帯ショップに入って、うん、まあ、携帯を盗んできて、うん、転売するようなことをやってたんですけど、うんうん、いろんなものがあって、で自分が先に捕まって、うん、後から後輩が捕まったんですけど、うん、その後輩も出てきたばっかりだったんで、うんうんうん、なので全部自分が無理やり連れてって、うんうんうん、でこういうふうにその後輩を騙してやったんだと、うん、おー、だからあいつ騙されてついてきただけだからみたいな、うんうん、そういうような形で、うん、はい、あ、そういうことですね、はい、でもそれはやっちゃったから、そんな、まあ、騙されたとはいえ、はい、あ、でも、刑はちょっと軽くなる感じではなかったんですか。はい、だいぶ軽くなった。だいぶ軽くなった。それで、そのだいぶ軽くなった分、カズイ君の方に、ちょっと重い感じになったっていうところがある。もうあると思う。まあ、重みは増すよね。はい、ね、一生頭上がんないぐらいの思っちゃうね。うん、その子とは今あったりはしてないです。してない。はい、で、その件も知らない。あ、なるほど。言ってない。勝手に、はい、勝手に。いや、でも、あえてね、なんか起きてますし言うよりは全然ね、黙ってた方がいいよね。うん、これをいつか見てると、そうだった、もう俺そのつだったもんな、うん、やべえじゃない、まあ、確かにこれを見たら気づくっていう可能性もあるってことですよね。と思います。ほーん、で、その時に、出てきたのが 35? あ、36に出てきました、うん、36に出てきました、はい、で、いつ出てきたんでしたっけ。去年の11月21か、うん、はい、今年の撮影したのもいつだっけ。今年ですか。あ、今年、はい、出てきて1ヶ月、2ヶ月ぐらいですよね、あれ。そうです。で、晴れて仮釈放になったという感じですよ。はい、はい、なんかすごいバイオレンスだね。バイオレンスすぎるでしょ。だってシャバに、シャバっちゅうか中に入ったのは全然トータルで何年だ。12、3年になる。もっとか。もっとだとだね。はい、その間って、はい、彼女さんとかいなかったんですよ。いました。ほう、はい、その時々の彼女さんってどう対応してたんですか。あ、そうか、捕まって別れる、うん、あ、すごい潔いですね。別れるというか、まあ嫌いじゃないんだけど、嫌いで別れるわけじゃないけど、自然消滅、うん、はい、で、カズキ君ね、何もうなんか、見切りつけてなんじゃないですかね。あ、はい、おそらく、うん、自然消滅だからそんな感じでしょう、はい、うん、カズキ君からはもう別れた方がいいと思って、もう連絡が取らなかったりとか。あ、そっか、捕まってるからね。そういうことか、はい、そうですね。待ってくれた人とかいるんですか。いないですね。あ、はい、シュンってなったら待つ、カズキ君の彼女だったら。で、お母さん、ね、お父さんの下村さんから3年入るから待てるって言われて、どうすかね、その、うん、好き度によるんじゃないですか。カズ君のことがどれぐらい好きなのかによって
変わるんじゃないですか。でも好きだから付き合ってないの。いや、もっとその好き度、めちゃくちゃ好きで、もうこんなだって3年も4年も食らって、じゃあそれでも待ってられるっていう風な気持ちになるんだったら、その好き度がやっぱり変わると思いますし、いい話です。長いよね、3年はね。そうですね。俺はもし彼氏で彼女と待てて3年、もう引き合わないです。ごめんなさい、ちょっとここから話戻しましょう。はい、はい、というわけで、ボリューム今4になりましたけど、はい、逮捕歴がすごい感じになりましたね。はい、まあ話せないことも含めますからね。うん、はい、そうですね。これにてボリューム4は終了しますけど、一番最後にボリューム5としてね、はい、ちょっと話聞きたいことがあるので、はい、はい、よろしく。ちょっと最後に聞けなかったこともちょっと聞きたいので。あ、そうですね。もう質問中じゃないけど、はい、はい、そうですね、うん、最後まとめとして、はい、じゃあボリューム4ありがとうございました。はい、ありがとうございます。